川端恵美は、日本の元アルペンスキー競技の選手。アルペンスキー解説者。北海道札幌市出身。現役時代は、KDD 所属。格好など高速系を得意としており、現役時代には、弾丸娘と呼ばれた。日本の女子アルペンスキーの第一人者として活躍した。アルペンスキーの三大大会すべてで、日本人女子歴代最高位の記録を持つ。 父親の影響で幼児からスキーに親しむ、オーストリアの格好王、フランツ・クラマーに憧れたことから、早くから将来ダウンヒラーとして活躍することを夢見たという。15歳でフランス・シャモニーに留学し、1986年の世界ジュニア選手権で格好9位、複合では6位に入賞。1987、88シーズンの FIS。 ワールドカップ第2戦の格好でトップと1秒50差の20位に入り山本幸子と共に1988年カルガリーオリンピックの代表に選出される当時オリンピックの出場枠がなかった日本の女子選手では16年ぶりの快挙であったカルガリーでは格好14位スーパー大回転20位回転19位同年の全日本選手権では4冠 翌年アメリカベールで開かれた世界選手権では、格好で日本人女子歴代最高位の5位入賞を果たす。だが、その後練習中に転倒し、左膝人体断裂の重傷を負う。約1年間の療養生活を送った後1990年に復帰し、同年の全日本選手権で再び4冠となった。1991年の世界選手権では、複合8位。 1992年、アルベールビルオリンピックでは、格好11位スーパー大回転31位、複合13位。1993、94シーズンの FIS、ワールドカップ第2戦の格好では3位に入り、日本女子アルペン史上初の表彰台に上った。1994年、リレハンメルオリンピックでは、スーパー大回転24位、格好21位。 複合17位となり、同年引退。引退後は、スキースクールの経営に携わる傍ら、テレビなどで解説も務める。また、全日本ナショナルチームの女子ジュニアコーチも務めた。2013年4月1日、北海道庁からアスリートキャリア連携専門員に任命され、行政の立場からも若手選手の育成に携わることとなった。2015年10月、 全日本スキー連盟理事に就任身長1 6 5トル、体重5 8ラムと、さほど恵まれた体格ではなかったが、日本人では珍しく高速軽種木を専門とした。得意の緩斜面は、低いクローチングフォームで果敢に攻め、そのスピードは、世界でもトップクラスと言われた。また、ジャンプでの空中姿勢にも、安定感があった。だが、急斜面でのターンには、 課題が多く、オリンピックワールドカップ等での国際大会でも、前半の感謝面では、高位置につけながら、後半の技術区間で失速するケースが目立った。最後の五輪となった、リレハムルのスーパー大回転では、第二中間刑事を首位と0秒57差で通過しながら、その後天候の影響で一時視界を失う不運に、見舞われ、格好では、第一区間を3位。 第3区間を5位で通過しながらも、ターンの多い後半で守りに入って、積極差を欠き、結果的にタイムを失うこととなった。AB クラブアルペン情報局、大会2日目、アルペン元オリンピック日本代表、川端恵美さんに聞く。平昌五輪2018アルペン女子石川、安藤世界の壁通関毎日新聞2018年2月16日、東京夕刊。 クラブアルペン情報局公益財団法人、全日本スキー連盟日刊スポーツ。ありがとうございます。